定年後に読みたい。これぞ良い小説。作家遠田隆氏も絶賛する技巧の巧みさとモチーフの深さが際立つ昭和の名著。世の中には傑作と呼ばれる作品があります。本が好きな人であれば、生きているうちにできるだけ多くの傑作を触れておきたいものです。定年後の知的活動を充実させるのに最適な書籍、定年後に読む不滅の名著に多数の文学賞の選考委員も務める作家の遠田隆氏が絶賛する傑作について詳しく見ていきましょう。作家遠田隆氏がその巧みな技巧に舌を巻いた一冊とは、光ゴケ武田大順新潮文庫光ゴケ初秋。知床半島は今でも秘境として人気を集めているが、50年ほど前私が訪ねた時は観光客の姿などほとんど見ることのない文字通りの秘境であった。半島の中ほど羅臼のマッカウス洞窟は何気ない岩穴だが、その奥まった一角に光ゴケが密生して神秘の光を映していた。見えたり消えたり、あやかに美しい。旅から帰って知床行ったぞ、光ゴケ見たぞ。つぶやくだけで仲間たちが耳を傾ける。ちょっと嬉しい。そんな秘境を描いた作品があると聞けば読んでみたくなる。武田大順の光ゴケは一読して、この通りだったな、私が見聞した風土が戦火に綴ってある。しかもここでは人肉を食べたという実話が主題となっていて、カニバリズムの文学としても、あれ、読んだか。すごいぞ。これも仲間に誇りたくなる。加えて、死体を前にした男たちの会話が面白い。八倉五助の葬式はやらなくても、いいだか。船長葬式はいつでもできる。それよか、おめえたちが、どう腹を決めるかが問題だ。八倉食べちまう葬式ってえのは、あっかな。船長流しちまったら、使命だぞ。流す前に、みんなしてよく考えるだ。八倉考えたら、どうしたって、話がそこへ行くだよ。食べることしか考えてねえのに、食い物になるのは五助しかねえだからよ。運だから、考えの元になるもんを、なくすより仕方ねえだ。船長八蔵、おめえ本当に、あれを食いたくはねえのか。八倉オーラ、五助さ食いたくはねえ。運だが、あの肉は時々食いたくなるだ。黒い笑いを誘うシーンも散っていて、ブラックユーモアの傑作であることも疑いない。光ゴケは私の読書の楽しみを十分に満たしてくれる作品として記憶に残った。果実、久しぶりに読み返してみるともちろん面白い。だが、じっくりと読み込み、中身が深いな、改めて厳かな環境に打たれた。モチーフの重さを感じた。技法の巧みさに舌を巻いた。光ゴケが問いかける、モチーフの深さ。作品は私が羅臼を訪ね、地元の中学校長の案内で光ゴケを見に行く。この描写が最果ての風土と人気を描いて、月々し、わけもなく引き込まれて読み進んでしまう。そのうちに私は校長から、かつて、玄関の冬、この付近に漂着した船の船員たちが飢えに苦しみ、仲間を食べてしまった事実を聞かされる。その詳細は、羅臼村郷土史に記されていて、この紹介が事件の特異性と相まって、なかなかの読み物だ。さらに、この作品より少し前に発表されて話題となった大岡昌平の、のびの中の一節、すなわち戦場で同じく飢えに苦しんだ男の言葉、僕は殺したが、食べなかったを引用し、光ゴケの中の殺したわけではないが、食べてしまったケースとの比較に筆が伸びていく。さらに戦争に代表される殺戮の非人間性をさらりと糾弾する。随分と固く難しくなりそうなテーマだが、ここで一点、作品は二幕のドラマと化し、喜劇の要素を前ながら偶意性に富んだ結末へと向かっていく。貫いているモチーフは人間の現在だ。私たちは稀ながらにして罪を抱いているのではないのか。キリスト教に顕著な考え方だが、仏教などにも似たような考えが複在しているだろう。キリスト教では人間と他の動物とを区別し、獣肉はためらうことなく食用に供してよいが、カニバリズムなんてとんでもない。しかし仏教徒には、生きとし生けるものはみんな同じ命と考えるところがある。このあたり、飢餓において人を食うことの意味に少し違いがあるのかもしれない。いや、いや、武田大順は、こうした理屈をかまびすしく改陳しているわけではない。フィクションの筆致に乗せて読み手がおのずと思案するように作っている。そこがうまい。そこがお見事、と久しぶりに読んで思った。話は変わるが、井上寿は深刻なテーマをドラマ化することにより笑いを前、軽やかに訴える、そこにおいて卓越していた。ドラマにはこの力がある。小説とは少し違う。井上寿と身近に接し、その作品を数あまた大知った後であればこそ、武田大順が、光ゴケに突如ドラマを取り入れた理由がよくわかった。そして、この光ゴケの構造がノンフィクションのような探訪記から始まり、それが郷土史を踏まえた小説となり、さらに2つのドラマと変わる全体構造が、どれほど作るに困難か、だが、どれほどうまく機能しているか、以前には気づかなかったことが、しみじみ理解できたと思う。作品が問いかけるモチーフの深さとともに、これぞ良い小説楽しみながら人間の実存を考えさせられてしまった。知床の地は、もう一つ、この作品により地の神秘を備えることになったのではあるまいか。
文藝春秋編。